日本東京都文京区、西方西方は東京都文京区の町名。現行行政地名は西方1丁目及び西方2丁目。郵便番号は113-0024。東京大学が近隣にあり、多数の学者や文化人が住んだため、学者長として知られた。関東大震災や第二次世界大戦の被害を免れたため、今日なお、 明治時代の雰囲気を残している。文京区立茂行小学校がある。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、西方1から11から5の地点で95万8000円、平方メートルとなっている。1964年8月1日、駒込西方町の全部に、周辺の駒込東、片町、田町、丸山福山町、 森川町、柳町の各一部が合併され成立。第一条のほとんどは、江戸期中後期は、ンゴ福山藩、安倍家中屋敷であった。1872年に、尾根道の中仙道を挟んで両側が町になり、その際、街道の東側を東片町、西側を西片町と名付けた。谷下は、庶民の居住地であった。貧乏福山藩主安倍家の中、 屋敷を明治から昭和初期にかけて、安部屋自らが高級住宅地として開発した。結果、一面が西片町十番地となり、その枝番も作創してしまったため、正式な住所ではないものの、色破順による一種の住居表示が行われていた。樋口一葉は1894年5月に転居し、竹比べをはじめとする代表作を執筆し、亡くなるまで居住した。 同地には後に森田総平も居住した。2019年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。